日本維新の会の杉本和美です。私は我が党を代表して本日の議案について質問いたします。まず先週に続きなお降り続く大雪の被害が北陸東北地方ほかで発生しております。お亡くなりになった方々にお悔やみを申し上げご冥福をお祈りいたします。また被災されている方々にお見舞い申し上げます。また自衛隊ヘリコプター事故で殉職されたお二人の自衛官に謹んで哀悼の意を表します。また怪我をされた女子児童並びにご家族の方々へのお見舞いを申し上げます。ある中小企業を紹介させていただきます。業種は広い意味での製造業、創業56年、社長は4代目、創業者の方針が守られ4代の社長に世襲なし、従業員50名、全員正規社員、すなわち非正規社員ゼロ、日地市場での多品種少量生産、電化販売なし、売上の6割は国内、海外事業はほぼ外外取引、もちろん業績好調です。このような会社が東海地方にはあります。総理が施政方針演説で述べられた非正規という言葉をこの国から一掃してまいりますを率先垂範、有言実行している会社の事例が明白にあるわけです。松下幸之助公のダムの経営、あるいは税編の経営など良き日本の経営のあり方を再認識し、民間の力を信じて適切な政策を進めていくことが大切であると提起いたします。さて、少子高齢化と人口減少、グローバル化や産業構造の変化等によって生じている様々な課題を解決していく上で税制の果たす役割は極めて重要です。増え続ける財政赤字や社会保障費の膨張など財政が悪化の一途をたどる中、中長期的な経済成長を支援することで税収を確保し、税制を通じて適正な所得再分配を行うためには小手先の利害調整だけではなく抜本的な税制改革が必要であると考えます。また社会保障費のピークをいつ乗り越えられるのかという中長期の将来見通しを明らかにすることが国民の皆様への将来不安払拭につながると提案いたします。以上のような観点から本法案についての質問をいたします。まず所得税についてです。昨年の税制改正では配偶者控除制度について議論されました。税制が女性の働き方やライフスタイルを誘導している不合理さについて指摘をいたしましたが、配偶者控除についてはさらなる見直しが行われなかったことについては大変残念です。今回は個人所得課税における諸控除の見直しが提案されました。働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除の縮小と基礎控除の引き上げといった見直しが行われることについては一定の評価をしています。しかしながら、給与所得控除の見直しによって850万円を超える収入を得る人にとっては増税となるという案は、可処分所得が減り、勤労意欲を阻害しかねないのではとの懸念もあります。高度プロフェッショナル制度を創設し、裁量労働制も拡大しようとしている一方、その対象となる人たちをターゲットとした増税は政策効果を相殺します。その点についてのお考えを、総理の所見をお伺いいたします。給与所得者と個人事業主との所得把握の不均衡、いわゆる黒四に対して、マイナンバーの活用等によって抜本的な見直しを行わない限り、税の公平性が担保できないのではないでしょうか。マイナンバーの活用に向けて、具体的かつ早急に検討を進める必要性について、総理のご所見をお伺いします。また、年金等控除についても見直しが行われていますが、依然として現役世代よりも年金受給者に対して手厚い制度であることに変わりはありません。人生100年時代を見据えた全世代型社会保障の実現を目指すのであれば、今後は年齢ではなく、負担能力に応じた制度設計が必要です。世代間格差の是正に向けてさらに踏み込んだカナダのグローバック制度のような改正が必要ではないでしょうか。総理のご所見を伺います。次に法人税についてお伺いします。大手企業は業績好調な中、賃上げや設備投資をためらい内部留保をため込む傾向にあります。
この流れに対して所得拡大促進税制を通じて歯止めをかけるための方向については一定の評価をします。しかしながら、租税特別措置を講ずることで、どの程度の賃上げに結びつくのでしょうか。先日公表された法人税改正に対する企業の意識調査によると、賃上げは3割、設備投資は2割が実施予定となっています。我が党は、以前から租税特別措置については、その効果について、経済成長にどの程度の寄与が見込まれるのか、試算を行った上で実施すべきであることを指摘しております。総理、今回の租税特別措置がもたらす経済効果の政府試算について具体的にお答えください。次に国際観光旅客税についてお伺いいたします。昨年の訪日外国人客数は2869万人で前年比 19.3% 増、訪日外国人客の国内消費額は4兆円を突破するなど、少子化高齢化、人口減少で国内マーケットが縮小する中にあって、インバウンド市場は拡大を続けています。今回の新税導入案は、国立公園の自然保護による観光資源強化策などの発想も施行し得る一方、唐突感は否めません。新税の導入によって430億円の税収が見込まれていますが、観光関連予算は国交省だけでなく、農水省、経産省等複数の省庁において計上されており、合計3200億円とも言われています。複数の省庁にまたがる施策は無駄の温床になります。政府全体で観光関連事業について見直しは実施したのでしょうか。国民に税負担を求める前に、まず観光関連事業を全体としてマネジメントした上で、それぞれの施策効果を分析するべきではないのでしょうか。今回の国際観光旅客税の導入にあたって、このような見直しを十分に行ったのか、また新税の導入の必要性について、総理のご所見をお伺いいたします。我が日本維新の会は、税負担を求める前に、まずは身を切る改革、徹底行革が必要とのスタンスであります。民間の活力を最大限発揮できる制度を実現すると同時に、本当に支援が必要な方々へのサポートを手厚くし、将来世代への思い切った重点投資を可能にすることを目指してまいります。以上を誓い申し上げて、私の質問といたします。ご清聴ありがとうございました。内閣総理大臣、安倍晋三君。杉本和美議員にお答えいたします。給与所得控除の見直しについてお尋ねがありました。ご指摘の高度プロフェッショナル制度は、高度な知識、技術を持つ専門職の自主的に働きたいというニーズに応えて、意欲と能力を十分に発揮できるよう、メリハリのある効率的な働き方を可能とする観点から設けるものです。また、裁量労働制は、自らの裁量で時間配分や出勤時間などを決めることができる、自律的で創造的に働く方を対象とする制度です。他方、給与所得控除については、主要国の概算控除額と比べて課題となっていること等を踏まえ、控除が頭打ちとなる年収、給与収入を850万円超に引き下げることとしたところです。ただし、給与所得控除の見直しについては、子育て世帯等に配慮することにより、96% の給与所得者は負担増とならない見込みとなっており、負担増となるものについては、給与850万円超から急激に負担が増加するわけではなく、段階的に増える仕組みになっております。このことを踏まえれば、勤労意欲への影響は限定的であり、二つの政策の効果が相殺されるとは考えておりません。個人事業主の所得把握とマイナンバーの活用についてお尋ねがありました。これまでも、記帳義務制度の拡充、法定資料の整備、充実、罰則の強化、青色申告の普及促進など、事業所得等の適正な申告や、所得把握に向けた取り組みを進めてきているところであります。引き続き、
マイナンバー制度も活用しつつ、さらに正確で効率的な所得把握に進めるとともに、ICT 化等の動向や諸外国の制度も踏まえ、適正な申告に向けた取り組みを進めていく必要があると考えています。年金のクローバック制度についてお尋ねがありました。高所得者の年金額を調整する、いわゆるクローバック制度については、平成28年の年金改革法において、社会保障制度改革プログラム法で示された課題の一つとして、検討する旨の検討規定が盛り込まれており、引き続きしっかりと検討してまいりたい、このように思っております。法人税の租税特別措置にかかる経済効率、効果についてお尋ねがありました。今回の措置にかかる経済効果は、現時点で試算していませんが、これまでの所得拡大促進税制については、内閣府の試算によれば、2012年度との比較で2016年度までに 1.5 兆円近い賃上げ効果があったと推定されています。現在、過去最高の収益を上げている中でも、企業は厳しい国際競争にさらされ、収益の活用にあたってもシビアな投資判断が求められています。こうした中で、企業収益をしっかりと賃上げにつなげていくためには、政府として国際競争で十分に戦える事業環境を整備していくことが極めて重要です。今回の税制措置は、国際的に企業の税負担を軽減する動きが強まる中で、このような観点から賃上げや設備投資に積極的な企業に対して、法人税負担を国際的な水準にまで引き下げるものです。今回の措置により、厳しい国際競争の下でも、企業に 3% 以上の力強い賃上げを促すことで、4年間続いてきた今世紀最高水準の賃上げの流れを一層強化していく考えであります。国際観光旅客税についてお尋ねがありました。観光は我が国の成長戦略の柱、地方創生の切り札です。安倍内閣では政府全体の観光施策を取りまとめた観光ビジョンを策定し、ビザの緩和、免税制度の拡充など精力的に取り組んできたところです。また、私を議長とする行政改革推進会議の下で、毎年行政事業レビューを実施し、観光関連事業についてより効果的かつ効率的なものへと改善するよう努めてきたところです。その上で、今般2020年、4000万人の達成に向け、これまでにない高次元の施策を一気呵成に展開していく必要があることから、国際観光旅客税を創設し、観光施策の充実に必要な財源の確保を図ることとしました。この税の使途についても、行政事業レビュー等をしっかり活用して、効果的かつ効率的に行えるように取り組んでまいります。